第104回武井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですねちょっとねちょっと怒ってますね。なんかもう腹立たしいというかなんなんやろな、こう世の中ってって思う、っていうのは何があったかっていうと、なんか久しぶりにねちょっと大阪の知り合いの人から、連絡来て、実は娘が19になる娘が、芸能人なりに東京にあるプロダクションの募集があってそこに行ったんやけど、合格はしたんですけど、なんか200万円いるとかって、言われてるんやけど、これどうなんみたいな相談来たわけよ。ほんでいろいろ話聞いて、ほんでそれなんていうプロダクションやって言ったら、名前は言えないよ、何々って言ったら、ってなったの。実はそれね、俺もそこに過去に行ってるの。その話を全く同じなんですよ。今でもやってんのかいって思って、実は僕が、松竹芸能というところに、約もう25年ぐらい所属してまして、それで50歳の時に、今から6年前、に、大阪でお店やってたんですけど、全てを捨てて東京に出てきて、ほんで何のつてもなく、その時はまだ松竹芸能所属してたんですが、呼び込みライブとかやったりいろいろして、自分でこう一人で活動してて、ほんで1年間頑張って、松竹芸能とも、やっぱり環境というか、もうそういうね、自分が主力戦力となるにはみたいなことを考えて、やっぱり自分を実力つけていかな、プロダクションに、ただおるだけっていうのは自分にとっては意味がないなみたいな、ことで、話し合いさせていただいて、円満退社をさせていただいて、そこからフリーでやってて、そんで俺はやっぱり大手のプロダクション松竹芸能で吉本興業にもいてた時期がありましたんで、やっぱりタレントプロダクションに所属してないフリーっていうのはなかなか世に出るのは難しいだろうなっていう感覚はどうしてもやっぱ捨てきれずに、やっぱりどっかのプロダクションに入ろうと。そんで、いろんなね、プロフィールいろんなとこに送ったわけよ。そら大手のいっぱいプロダクションとか、しまいに俺頭おかしいになってジャニーズまで送ったの。これマジよ。ジャニーズ北川さんがまだ生きてはることですよ。その時に、ジャニー北川様へって直接送って、ジャニーズで、ジャニーズからお笑いをやるのいてますけど、お笑いからアイドルやって、本当の芸人のお笑いがジャニーズの入るって、そこでもバラエティを制作していくのはどうですかみたいなね、プレゼンかけて一切返事来なかったんですけど、目にも届いてなかったんちゃうかなみたいな。ほんでその中で一件ね、電話かかってきたんですよ。で、どこそこの何々って、もうその無名のプロダクションなのよ。で、武井さんのことご存知、知ってますとかで、すごく、呼び込みライブとか活動されて頑張っておられますね。で、ぜひ、面接の方来ますかみたいなことを言われて、あ、どうもありがとうございます。で、女性の方なんですよ、電話の方がね。ほんで、東京の八重洲のどこそこのビル、雑居ビルなんですよ。の何階に来てください、みたいな。ほんで、行ったら、多目的、そのフリースペースみたいなところなの。何やこのビルと、ふっとこう思ったけど、んで、一回入っていて、階段を螺旋階段みたいなちょこちょこっと上がって、あれ、どこやろなと思って、もう一回ちょっとこう電話したら、プルルルプルルっていうのが聞こえるわけよ。電話してる。はい、もしもし、あ、もしもしっていう会話が聞こえて。で、こっち側に扉があって、扉パッと開けたら、机が二つぐらいあって、何にもないところに、電話だけ置いてるところにいてはるんですよ。で、と思って、どうもみたいなんで、武井ですって言うたら、その女の人が電話切って立ち上がって、その部屋に案内されるんかなと思ったら、どうぞこちらにとかで、どういうことやねんって。ほんで、そういうね、フリースペースみたいなところがあって、そこに机があって、で、ソファーがあって、4人座りみたいなとこ。で、武井さんどうぞって、でも座って、
で、その女性の人がバーン座って、どうも、はじめまして、何々です、みたいな、あ、どうも、芸人の武井です、いやいや、もう、いろいろ活動は、見てますって、すごく頑張っておられますね、って。それで、まあね、長年、大手のプロダクションにいてたのも、まあ、いろいろ俺のこと調べてるわけよ。ほんで、知ってますんで、まあ、今行くところにもそうなんですよ。なかなかね、いろんなプロダクションこう、やっても、なかなか受け入れてくれないっていうのがあるんですよ。大変ですね。私も実はモデルをやってるんです。で、私はここの事務所に行き着いたのは何かって言いますと、やっぱり私もモデルとして一線からやっぱ年齢も来まして、そこの中で、まあそこのプロダクション入ってたんですけど、そこを辞めて、まあ転々としたんですけど、ここの社長さんが、私を拾ってくださいまして、そこですごく生きがいみたいなの、やりがいみたいなことを、ここで見出していただいて、すごく感謝してるんです、みたいな話してるわけよ。おお、そうなんや、ええとこなんやな、みたいな。ねえ、あんで、社長さんも、社長はね、ちょっと今はちょっと席を外しておりますが、ちょっと現場の方行っておりますんで、みたいなこと言うと、ああ、そうなんや、みたいな。んで、まあ、話して、で、武井さんもね、活動見立てて、すごくこう人を集めて、まあ、その呼び込みライブで、俺が主催してて、若手とか集めて、こう、いろいろ指導したり、こういう活動を、このプロダクションで、その立場で武井さんやってくれたら、すごく、うちのプロダクションとしても、若い子たちを育てていく、イコール武井さんも育っていく、みたいなので、その時俺、なんかもう涙出そうになって、ありがとうございます。行き道が、たって思ったの。こういう、やっぱりな、頑張っててよかったな、とかって思ったの。それで、武井さんね、って。やっぱり、今、この時代、ライブとかだけでは、今ね、ネットという時代なんですよ。それでネット配信とかで、ご存知ですかと、してますって、うちもこう生配信してるんですよ。そんでまあ、アイドルの子とかいてたりするんですけど、まあそこで生配信で、毎週何曜日にやってるんで、そこで武井さんが MC をやって、その子たちを面白く引き出してあげるとかいう、まあもちろんそこにもギャラとかは出ますけど、とか、ありがたい思ったらもう本当に俺感動して、ほんでその人もすごくまあ綺麗な方なんですけど、私もモデルは諦めようとしましたけど、ここですごく救われる部分もある。ただそのスキルをつけるためにいろんなことをこう取得していってもらうためのシステムが、うちの方であるんですがって言い出したの。はって、でなんかで、武井さんみたいな、なんかこう書類みたいな出してきたのよ。で、武井さんね、そのネット配信するときに、やっぱりネット配信する技術とかスキルとかを、やっぱり身につけてらっしゃる方でないと、やっぱりそこはこなしてるのも、ちょっとね、嘘っぽく見えたりするし、そこをこう、勉強してもらうために、ちょっとこう、ネット配信の技術を伝授してもらうために、授業とかあるんだ。ああ、そうなんですか。こういうシステムで授業がある。これで、まあ、まず最初に、200万円を払っていただいて、は?と思ったの。俺もその時、瞬間で分かったの。うわ!これ詐欺やと思ったんですよ。ね。ほんで、その時に、っていう顔したの。そしたら、バーっと男の人が来て、30代の人、ぐらいの人よ。ちょっと、ジャケットとかパンツとか、ちょっと、タイト気味のね、わかるやん。ほんで、足首で、裸足で、靴履いてるような、感じの、ピチピチの感じの、ちょっと IT でやり手みたいな感じの社長が、横で聞いてました、トモタケイさん。さっきからずっと話してましたけどね、タケイさんってね、絶対に魅力的。いや、ぜひ、うちに歓迎してます。とかで、スッと言ったのよ。そしたら、そのモデルいう女が、こういう話の時にね、社長が顔出すってね、今までで、ね、初めてですよ、武井さん。武井さん、やっぱり買われてるんちゃいますか、みたいな。いや、俺思って、社長現場行ってる言うたんちゃうんかって。ね。でも、俺その200万っていうことで、もうこれ詐欺やと思った。で、もう俺、悲しくなってきて、嘘かい思って。で、いろいろこう説明しているんやけど、もう、だんだんちょっと腹立って、俺ね、もうええねんって言うてもうた。向こうは、えっ
ってなったの。この話、これ何の話やねんって言ったら、いやいやってちゃんとした正当な話があるんやったら、それ、いやいやって話するけど、もうそこで引いてしまった。いやって黙り込んで、もうどけって俺になって、立ち上がって、社長どこやって俺もう切れたの。社長どこやってそのね、机二つしかないとこ見たら、誰もいてないのよ。もうそいつもおらへんの。どこやもう探しても俺はもうええわ、思って。そういうのか。んで、俺、ビルから出て、八重洲駅まで行くまでの間にもう俺涙ボロ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 出てきて、情けなくなって、自分がちょっと希望を持った自分が悔しいし、こんなことで、おう、金を取るんや、思って。それでね、俺思ったの。これね、田舎の人とか、そういうこれ本当に芸能界目指してる人とか、そういう子たちが、こういうふうに言われた。本当かなって思って200万払うやつおると思うのよ。おう、俺ね、こういうね、なんか純粋に夢を持って抱いてるって来てる人に、こういう汚いやり方し、金儲けしてる世の中っておるんや、思って。腹立って、くそーって、もう俺本当に、本当に恥ずかしい。道歩きながら泣きましたよ。まあほんで、回り回って、結局、太田プロダクションから電話いただいて、14期生という養成所から入らせていただいて、今の状態にあるんですけど、そういうところで、まず、俺ね、許せなくてなって、ほんで、その話が、その、大阪の知り合いの、その話、全く一緒の話よ。ほんで、なんていうプロダクションって名前聞いたら、それなのよ。あれから、5年近く経って、まだやっとんねん。だから、俺ね、こういうのがはびこってるんやと思うの。ほんで気がついたらね、水商売刺されたりとか、なんかグラビアとか言いながら AV の方に放り込まれたりとか、そんなんがあったりとか、まだそんなんやったら、まだそんなんやったらマシって言うたらおかしいけど、何にもないところの空間って、あれだから、貸しスペースみたいなの借りた、あれね、姿くらますんやと思うの。時期が来たら。だから俺、おかしいなと思ったの。だから、まあ、見てる皆さんで、例えば娘さんとか息子さんがこう来るとか、プロダクションとか、要はネットとかで、シニアタレント募集とか、声優募集とかあるけど、気ぃつけなあかんシステムがあんのよ。俺、もう一本ね、俳優募集みたいなのがあって、それももうどっかでなんか出るきっかけ作らなあかんと思って、ほんでそれもぜひ来てください、みたいな。ほんでなんか、それらしい審査員みたいなのがおんのよ。で、そこで演技のこうやり取りしてて、ほんで俺、途中でちょっとトイレ行ったの。で、それも雑居ビルみたいなところよ。ほんな、そこの従業員かなんかね、はい、あの人はちょっとね、くどいたらね、お金出しそうですわ、とかで言うてんのよ。なんじゃここ思って。で、それも俺途中でセリフこうやってて、練習してて、そこの合間で俺トイレ行ってまた戻って、じゃあほら竹井さんって言った時に途中まで呼んで、やっぱりやめたわって言った時に、はみたいなんで、お前ここ、なんやねん。ここ本当にそういう舞台とか映画とか出る出演枠あるんか、これらって言ったら向こうが、クッってなりだして。で、こんなことしてお前ら楽しいか言うて、またそれも、俺泣きながら、新大久保駅や、まで行ったの覚えてるわ。だからね、友達も言ったよ、絶対にそれは払ったらあかんでって、振り込んだらあかんでって、もう絶対もうそれはもう詐欺やからって。でね、詐欺でもないのよ。その、わかる？一応ネットとか番組とか俺あると思うのよ。で、そんなにも出したりとかするんやけど、その200万の、それが、まあまあ、講習とかもあるんやと思う。そんなタレントの道とかないからね。だから、だからそういうね、ネットのああいうところでもいろいろこう募集とかって、すごいこう、広告がすごくクオリティが高いから、いや、ほんまかなみたいな思ったりして、やっぱりそれは気ぃつけな、
あかん。まずは金金金って言うてくるのはおかしいとは思わなあかんと思う。ただね、本当にお金というのは必要ですからね。あの、太田プロダクションでもそう、俺、松竹芸能いてる時でも、あの、吉本なんかでも NSC、同じ養成所とか、そういう養成所が1年間30万とか50万。これは正規なんだよな。その分、期間はちゃんとレッスン受けてこうなって、ほんとにその期間の間にチャンスがあったらこうっていう、そのシステムは、あるんやけど、うん、それは全然あのおかしくない話です。真っ当な話です。だからちゃんとした、プロダクションもあったりとか、こういう枠組みの変な、やり方があるの。久しぶりにまた俺怒りがね出てきてね、本当になんかそういうので夢が潰れたり諦めたりして、変な道にそれで行ったりした子も、それは世の中いっぱいいてるんちゃうかなと。うん、まあその芸能界の道に入るその扉っていうのは、それだけ過酷なもんであったりとか、その扉の開け方間違ったら足を外してしまうとかいうのもいっぱいあるんでね、それは本当に気をつけていただきたいなと思うし、俺自身も、もしも見てるそういう変なことやってるやつら、うん、ほんまに俺ほんまにね、島にバチ当たんで、ほんまに、うん、本当にね、やめてほしい。だからそういう都内のもう何回も言うけど、ほんまにインスタとかでロマンス詐欺みたいな、あんなあなたと出会ってとか言って、もう1日10件20件皆様入ってくるやろ。俺ね、あれってそんなもう行くわけないやんか。それでもランダムにその何十万と一気にわーやってるから感覚がないやろね。それをこっちは、それがどんだけ迷惑をしてるかっていう、関係ないわ。やってる方はそういうやつらやと思うの。詐欺とかそういうやつってそういう感覚なんやと思うの。でもな、俺やってるやつもそれやって幸せかって思うのよ。だから俺もこれは推測だけでもの言うけど、ネットで在宅でなんかネットを使っての副業はどうですかとかいう募集もあるやんか。俺ね、こういう仕事も含まれてるんやと思う。これね、ランダムにこう送っていって、そこで、要はあるやん、 LINE の方にくださいみたいな。あれ LINE の方に来たらなんか情報共有できて、なんか有料みたいなとこスコンと持ってこられたりして、いくらかなる。それに乗る、ポイントがついて自分のところにお金が入ってくるみたいなやり方みたいなも俺あるんやと思うの。例えば本当に俺、これ男だけとか変な詐欺グループだけじゃない、普通の人がそういうことに加担してる人とかもおると思うよ。虚しないんか俺って思うけどね。まあ本当に皆さん、これからね、夢見て芸能界をとか思う人は本当にそこには気をつけて、そんで芸能界というところは本当にそんな甘いもんでもないんで、それぐらいの覚悟でちゃんと自分が自分の魅力をどう出すかみたいなために、まあ僕の芸能界の先輩として、まあ売れてはないんですけど、やっぱこうやって続けていくっていうには何かって言ったら、やっぱりね、一番大事なここなんですよ。やっぱり人間として、人としてっていう部分が一番問われる。だから売れてる人って、タレントさんってみんなちゃんとしてるし、素晴らしい人格の人はほとんどです。そうでなかったら売れない。だからその部分の感覚を持ってれば、夢見てこうやってね、東京まで出てくるのも、大丈夫やと思います。ただそういう変なところに絶対引っかからないように、ほんで引っ掛けようとするやつ、俺は絶対お前らを見逃さへん。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。